キース・デ・ボン・フィルマイヤーは、アメリカ合衆国ニュージャージー・シューバー・リントン軍、ロービング出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。現在は、フリーエージェント。2013年の MLB ドラフト28巡目で、コロラド・ロッキーズから指名されたが、この時は入団しなかった。2014年の MLB ドラフト5巡目で、オークランド・アスレチックスから指名され、プロ入り。契約後、 参加のルーキー級アリゾナリーグアスレチックスでプロデビュー。6試合に登板して1勝0敗、防御率2.79、10奪三振を記録した。2015年は A 級ベロイトスナッパーズでプレーし、23試合に登板して3勝13敗、防御率4.98、77奪三振を記録した。二千十六年は A 級ストックトンポーツと AA 級、 ミッドランドロックハウンズでプレーし、2球団合計で26試合に登板して7勝6敗、防御率3.29、118奪三振を記録した。2017年は A 級ミッドランドでプレーし、29試合に先発登板して11勝5敗、防御率3.49、115奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を、 防ぐために40人枠入りした。2018年1月29日に、ブランドン・モス、ライアン・バクターとのトレードで、ジェシー・ハンと共にカンザスシティ・ロイヤルズへ移籍した。2018年の開幕は、3カのトリプル A 級オマハ・ストーム・チェイサーズで迎えた。6月19日に、メジャー初昇格し、24日のヒューストン・アストロズ戦で、メジャーデビュー。 この年メジャーでは17試合に登板して4勝2敗、防御率4.26、57奪三振を記録した。2019年は12試合に登板して0勝2敗、防御率8.06、15奪三振を記録した。2020年1月22日にアレックス・ゴードンの再契約に伴って DF となり、29日にマイナー契約でトリプル A 級オマハへ配属された。 8月18日に自由契約となった。フォーシームが投球の約半分を占めており、変化球ではスライダー、チェンジアップ、カーブを投げる。ツーシームも持つが滅多に投げない。ありがとうございます。